油性。油性とは、油田において原油を採掘するために使う井戸のこと。地上もしくは海上から、輸送、原油を含有する地層に、ボーリング穴をがち、パイプが入れられる。原油は、このパイプを通じて取り出される。21世紀初頭現在、一般的な油性掘削に使われている、ロータリー式掘削法は当初、 水井戸堀として1841年、または1845年に、フランス人のホーベルによって発明され、フランス人の土木技師レショットが実用化した。19世紀から20世紀にかけて、それまでの衝撃式掘削方式が、ロータリー式にとって変わられた。1901年に、アメリカ人キャプテンルーカスが、テキサスのスピンドルトップで、初めて油田の掘削に使用し、 大量の原油を得た後にアメリカをはじめ世界各国で使用されるようになった。最新科学的知見とデータ分析、電気検査、人工衛星による地質写真、人工地震探査、地上の目視探査、海上からの音響探査などで油田の存在の可能性が高いと思われるサイトを特定する。すべては地質学者の仕事である。三次元地震探査技術では 人工地震探査や音響探査のデータをコンピュータの高速演算によって解析することで地下の立体的な内部構造が手に取るように分かるようになったためにこれまで見逃さていた油田が見つかるようになっている。また油の汲み出しを始めてからも3次元地震探航を行い続けることで地下での原油の移動状況が分かるため地下に残る原油を減らすことが可能となっている。 これは3時元地震炭鉱に時間軸が加わるために4時元地震炭鉱技術と呼ばれる。探索によって油田の存在の可能性が高いと思われるサイトにおいて試し彫りを行う。試し彫りによって輸送が発見できれば次の段階へと進むが発見できなければ探索を続行する。また試し彫りでは随時ボーリングコアと呼ばれる地下のサンプルが掘り出されるので それによっても輸送が付近に存在するかといった情報が得られる。縮椎の近くにさらに井戸を複数掘る場合があり、それらは最初の縮水と区別する場合には炭鉱井と呼ばれる。幸い輸送にあたり内部の圧力が高い状態では原油や天然ガスは自ら噴出する、自噴する。 可燃性や高い毒性を持つ高圧の噴出物を受け入れる準備ができていないうちでの噴出は防噴、ブロートと呼ばれ、作業者は直ちに遮断スイッチを押して避難する。遮断スイッチは深さ数百フィート、または地表面にあらかじめ固定されているサーフェイスケーシング、セルフィスケーシングと呼ばれる装置の頭部のブローアウトプリベンター、ブロートプリベンター、BOP、 防噴装置を作動させて BOP のバルブを閉鎖する。この段階で採算が取れるだけの原油、または原油とガスが取れる油田、ガス油田と天然ガスしか出ないがすでに分かれる。普通は敷地とは別に原油組み出し用の生産油をいくつか掘る。これは敷地が石油のない深さに穴を開けていたりするためでもある。この生産位の建設、掘削と 同時並行で、生産医の周囲地上に、周油、掃油、貯油施設の建設が行われる。原油とガスともに組み出された後は、穴は閉鎖され、装置類は全ては取り除かれて、地上の場合はさら地にされる。地上での石油掘削の基本的なロータ類方式での構成について記述する。基本的な構成は、矢倉、掘削管、泥水の大きく3つに分けられる。 ドリルビット、泥水調整材は消耗品である。エンジンで作られた力は、ドローウォークと呼ばれる回転輪を介して、倉の基部中央にあるロータリーテーブルの回転ギアを回す。ギアによって、ロータリーテーブルは50から300回、分んで回され、四角形の中央の穴に通されたケリーパイプを回す。ケリーパイプの回転は掘削パイプを経由して、先端のドリルカラー。 ドリルビットに伝えられる。クレーンで吊り下げられたパイプ類の全体は地下深くに長く連なるためにまとめてドリルストリングと呼ばれる。クレーンで吊り下げられた部分は上からトラベリングブロック、フック、ロータリースイベルと続き、ロータリースイベルは自由に回転することでこの上部に繋がれたホースに回転が伝わらないようになっている。 スイベルの下に断面が四角のケリーパイプがぶら下がり、ケリーパイプの下に多数のドリルパイプが接続されている。先端部にはドリルカラーと呼ばれるパイプがあり、その最も端にドリルビットがある。屈作パイプの先端部につけられたドリルビットが地層を削っていく。地層には柔らかいものや硬いものがあり、柔らかい地層では、 刃先が鋼鉄でも問題ないが、硬い地層では刃先にタングステンカーバイドやダイヤモンドが使われる。以下に柔らかいものから硬いものに対応したドリルビットを示す。泥水は、油性脇のプール、低水ピットで泥水調整剤によって調合され、ポンプで油性上部から掘削管内部へと送られる。掘削管を通った泥水は先端のドリルビットから噴出して、 掘削のための回転に伴え摩擦熱を奪う。泥水はドリルビットによって地下岩石などが粉砕されたホリくずと一緒に掘削管の外側を上昇して地上に到達する。地上に戻ってきた泥水はフィルターによって大きなホリくずが取り除かれ元のプールに返される。泥水は掘削港の内部に横の壁が崩れることや地層中に水が侵入するのを防いでいる。 生産位の掘削では、輸送直上の不闘層まで通常通り掘り、掘削管を抜いて先端が開いた水止め管やケーシングと呼ばれる鉄管を入れ直して管の周囲をコンクリートで固める。この管の内部に細めのチュービングと呼ばれる掘削管を通して不闘層を掘り抜き目的の輸送で、再び掘削管を抜いて、その先端部に小さな穴がたくさん開いた左右管を入れて、 生産位は完成する。生産位、圧入位の地上部には、クリスマスツリーと呼ばれる、高校装置が取り付けられる。クリスマスツリーは、バルブ、圧力計、温度計、流量計、流量制御チョーク等により構成されている。輸送上部付近のケーシングとチュービングの間には、パッカーと呼ばれる閉鎖部が設けられる。自粉しない輸送からオイルを組み上げる方法の一つは、 ポンプを使用することである。採油するためのポンプには、いくつかの種類がある。地上に往復運動をする装置を設置して、サッカーロッドを経由して、パイプの底のピストンを駆動し、原油を汲み上げる。ポンプジャック、ビームポンプとも呼ばれる。1800年頃から登場し、2008年の現在でも使用されているが、徐々に他のより効率の良い方法に変わってきている。 水用の糸と同様にパイプの底にポンプを沈め原油を組み上げる。二重になった内部のパイプからパイプ先端へガスを吹き込みガスの圧力と上昇力を利用して外側のパイプでそこから原油を押し上げる。ガスは再利用される。日本では一般的な方法。地上から原油を二重になった内部のパイプに圧力をかけて送り込み この力で先端部のピストンポンプを上下に駆動して、外側のパイプでそこから原油を押し上げる。ロータリーテーブルとケディーパイプを使わず、ロータリースイーベルの下に原則機付き電動モーターを備えたトップドライブ方式が使用されている。このトップドライブ方式によって、従来、1本の屈作パイプの継ぎ足しごとに屈作が停止されていたが、屈作パイプが3本程度が1つに、 つなげられているため作業の手間と時間が3分の1に削減できる。傾斜掘りと水平掘りは21世紀初頭の現在では当然のように使用されている掘削技術である。従来方式では曲げたい箇所に来ると掘削先端に鋼鉄のくさび型ブロックを置いてドリルの方向を変えたが21世紀の現在では ももと10度ほど屈曲したドリル先端部を使って屈曲部を掘り進む。このドリルは加圧された泥水の流れによって回転力が作られるダウンホールダービンのため直線掘りにしたい場合は地上から先端を含むパイプ全体をゆっくり回転させることで屈曲掘りを切ることができる。屈作中に屈曲部を作ることで傾斜掘りとなり、さらに屈曲を行えば、 ドリルの掘り進む方向が水平方向となって水平、掘りになる。傾斜掘りと水平掘りによって、目的の輸送の直上に住宅地があろうと、場合によっては、他国の領土であっても、近くの地上から掘り始めて、地下で横方向に掘る進めることができる。一本の垂直口に対して、複数の穴を開ける、マルチラテラルと呼ばれる方法にも使用されている。新たな ダイヤモンドコンパクトビット、ダイヤモンドコンパクトビットが登場している。従来のドリルビットは分割された円錐ギアが回転していたが、新型ビットでは耐摩擦性の高い16分の1インチ圧の合成ダイヤモンドでコートされた先端部は固定されている。従来ビットが約1万ドルで、新型ビットが約10万ドルであっても、一つのビットで6000フィートを一気に掘れるため、 従来のビット交換のための時間と人件費が節約できるので経済的となっている。コイルチュービングリグ、コイルチュービングリグも比較的新しい技術である。これまでのようにまっすぐな鉄管を何度も継ぎ足しながら地下へと伸ばしていく手間を一気になくし、屈削管は大きなリールに巻き取られた長い屈曲したものとなっている。従来のロータリー式では 地上から続く長大なパイプ全体が強力なモーターによって回されていたが、本方式では中部自身は回転せず、地上から発送された泥水の流れによってダウンホールタービンを回し、これによって先端にあるビットだけが回転する。21世紀初頭現在のところ、すべての屈作に使えるほど改良音が進んでいるわけではないが、すでに一部の油性での利用において良い結果が出ていると、される。 一本の生産位で取れる原油の量は、3000から4000バレル、日程度が産油国では普通である。その生産量は油田ごと異なるが、地域での際もはっきりとあり、最も少ない日本では10バレル、日程度であり、アルジェリアやナイジェリアでは1000の2000バレル、日、サウジアラビアでは1万バレル、日以上となる。日本では、新潟県新潟市、新越油田を紹介する。 博物館、石油の世界観にポンプ式の油性の遺構が残っている。油田の一覧日本も参照のことを楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。